はい、どうもこんにちは。みこさん大好き、といかんです。今回ご紹介するフィギュアはこちらです。アルターから発売されています。ラブライブスクールアイドルフェスティバルより、東條のぞみ7分の1スケールフィギュアでございます。はい、スピリチュアルパワー、前回のぞみちゃんでございます。今回はのぞみちゃんの誕生日がね、6月9日ということで、改めてね、デビューしたいと思います。のぞみちゃん、誕生日、おめでとうございます。実はですね、このフィギュア、僕が動画配信を始めたばかりの頃にね、一回動画アップしてるんですけど、ただね、その時は、まあ単にね、ターンテーブルの上で回してただけなんでね、今回はしっかりとね、あんなところやこんなところまでね、スピリチュアル全開にレビューしたいと思います。こちら、発売されたのが2016年の8月。販売価格は1万7000円。このシリーズはね、りんちゃんと小鳥ちゃん以外はみんなね、高いよね。で、限定を担当されたのが、柳生俊幸さん。最近ではね、例の化け物フィギュア、ランコのバラの闇姫とか担当されています。外箱はこんな感じで、このスクフェスシリーズ統一のデザイン。のぞみちゃんのパーソナルカラー、紫をベースにしたデザインで、裏にはね、このシリーズでおなじみの、サインが入ってます。のぞみちゃんのサインはね、かわいいね、これ。ブリスターはこんな感じ。表と裏。で、本体以外の付属品は、台座と札が2枚。台座もね、このシリーズ統一のデザインで、ここもね、のぞみちゃんのパーソナルカラーの紫でね、キラキラした感じになってます。で、こちらがお札なんだけど、2つあるんだけど、1つがプラスチック製で、もう1つは紙製です。まあ、リアルを求めるなら紙で、耐久性を求めるならプラスチックってことみたいですね。まあ、見た目はほとんど変わらないんでね、僕もね、プラスチックしか使ってません。はい、そして台座にセットしました。改めて、のぞみちゃん、お誕生日、おめでとう！いやー、それにしても、エロかわいいな、のぞみちゃん。まあ、ミューズの中ではね、エリチと二人でお色気担当だからね。ちなみに、のぞみちゃんの方が大きいんだっけ？そうだよね、確か。にしても、この服もエロいよね。このシリーズの中では、一番露出が高いよね。あ、でも、ニコッチのあれもね、結構露出してるんだよね。ニコッチのも、あれもいいんだよね。ではね、頭の方からじっくりと見ていきましょう。まず頭なんですが、大きな髪飾りがついてます。こののぞみちゃんの衣装は、ちょっとエキゾチックというか、アジアンテイストなね、衣装なんだけど、ここの髪飾りもね、そんな感じなんだよね。縁取りもゴールドで綺麗。で、中央に花がついてるんだけど、これ何の花なんだろう。小さいけどね、よくできてる。で、髪の毛。のぞみちゃんのボリュームのあるロングヘア。のぞみちゃんらしいツインのお下げになってます。この髪の毛もね、アルターらしい綺麗な塗装でね、塗装も綺麗なんだけど、造形もね、きちんと深く彫られてたり、あとね、髪がほどけてる表現なんかもされててね、素晴らしいんですよ。本当にね、柔らかそうな雰囲気も伝わってくるし、いいね、これ。あと、毛先には髪留めがついてる。これもお花の形をしてるね。金で塗装されてるけど、細かくてね、綺麗。そして顔、モンタンの顔。ウィンクしてる顔が可愛いね。でもどうなんだろう。アニメの顔よりも、ちょっとスリムな感じかな。アイプリはね、ラブライブらしい大きな瞳。光沢のあるタイプで非常に綺麗。ウィンクしてる方もね、これまつげのアイプリが丁寧に貼ってあります。きちんとね、まつげの厚さがね、表現されてるの。チークもきちんと乗っててね、こう踊ってて、ちょっとほてってるって感じがね、伝わってくるね。そしてボディなんだけど、このボディがエロいのよ。まずね、まずどうしてもね、最初に目が行くのが、この大きな胸。ちょっとね、のけぞってるから、いつもよりは小さく見えるんだけど、だけど、その分ね、こう右腕でこう寄せてるから谷間はね、強烈です。もうここすごいっすよ。もう本当にここペロペロしたくなるもん。
で、服の上からでもわかるこの胸のたわわ、もうやばいよ、もうおっさん鼻血ブーですわで、塗装が綺麗って言ったんだけど、塗装っていうかね、これもうねプリントなんだよね。そのプリント技術もねすごいよね。めっちゃ綺麗なんだけど、ここはもうねため息レベルですよ。まあ胸が強烈なんだけど、その強烈な胸にも負けない衣装なんだよね。本当に綺麗、美しい。で、その服に見とれてると今度は生肉攻撃この脇ね、脇、ここの脇が素晴らしい。造形塗装ともにここも完璧。もうこここそペロペロしたいで、そこから腕なんだけど、ここら辺もね細かい装飾がいっぱいついてるよね。このパールのようなものがついてたり、あとリストバンドみたいなものもあるし、そこからね大きなリボンみたいなものが出てるね。これも細くて長いんだけど、ここにもねしっかりとプリントが施されてます。本当に綺麗。ただここね細いんで取り扱いには注意です。きちんとこのリボンの付け根のところにもね、小さいんだけど黒い花のボタンのようなものがついてる。腕もねしっかりと肘の造形とかもされてるし、シャドウの拭き方も丁寧だね。さらにノンタンのこの綺麗で長い指、この手の造形もすごい丁寧。もちろんねネイルまでしっかりと表現されてます。で、おへそのチラ見せがあって、まあ、チラ見せじゃないか、これもうガン見せだねこの服も剥がしたいね。もうめっちゃ剥がしたい。この中どうなってんだろう。で、背中の方も綺麗。こうちょっと背中を丸めてる感じなんだけど、きちんとねその状態の肩甲骨とかもそのあたりがねきちんと表現されてます。めっちゃリアル。で、黒いスカートがあるんだけど、このスカートの腰の部分にもねいろいろと装飾があります。これ胸の谷間にもあったんだけど、この金の装飾がね美しいね。やはりプリントのされたリボンのようなものと、その周りに大きなゴールドのリングがありますね。ゴールドがあっても派手じゃなくてね、シックに美しいんだよね。で、この黒いスカートはね、これはクリアパーツだね。クリアにブラックで塗装を吹いてる感じ。まあスカートというにはあまりにも短いんだけど、フリフリの造形もね見事だよね。で、クリアだから肌も透けて見えるんだけど、それ以前に短いからね、もういろいろと見えちゃうんだよね。で、この服フェスシリーズで一番のお色気パンツを履いてるのがこののぞみちゃんです。もうね見事にリアルで見事にエロい。色はね薄いピンクなんだけど、きちんとねこれパールが入ってるの。だからねあのシルクの質感になってるんだよね。もうね本当造形もすごいし、本当にねここはやばいです。で、そのエッチースカートの中から、で、そこからの太もも、ノンタンのムチムチの太もも、ここもね造形が素晴らしい。膝の造形もリアルだしね、膝裏の方もそう、本当にねリアルにエロい。で、右足には綺麗なニースを履いていて、ここもね例の綺麗なプリントと、あと白いフリフリの造形ね。で、その下の方はピンクの塗装になってるし、まあここもプリントなのかな。さらにねガーターベルトの造形もあります、前と後ろね。で、ブーツなんだけど、このブーツもめっちゃ綺麗。光沢のある黒の塗装に、ここにもねゴールドの縁取りで塗装されてます。特にこの光沢感がねやばい、めっちゃ綺麗。薄くだけどホワイトでシャドウも入ってて、素材感もリアルなんだよね。きちんとね足首周りのシワの造形とかもあるし、つま先やヒールのねゴールドの塗装も綺麗。特にこのヒール好きだな。踏まれたい。はい、ということで、東條望のレビューは以上となります。いやー、いいね。改めてデビューできてよかった。僕ね、このスクフェスシリーズ、一番好きなのはエリちゃんなんだけど、二番目に好きなのがこの望ちゃんなんだよね。まあ、このシリーズ、みんな可愛くて出来もいいんだけど、この造形が好きなんだよね。でもこのシリーズ3年生強いよね。3人とも特に豪華だからね。で、ラブライブもいよいよフィギュアの世界でもアクアの勢力が増してきている中、まだまだねミューズの勢いも衰えません。
アルターからもね、3月編のリンちゃんかよちんに続いて、今後はね、ニコマキのバレンタインが出たり、それとね、いよいよアルファオメガのペンテルアイプラスの発売も秒読みとなりました。あれもね、ようやく発売ということでね、ついにね、エリちゃんの隣に並べられる時が近づいてきたからね、本当にあれは楽しみ。今年のハロウィンはやばいです。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、チャンネル登録、高評価、プシューっと押してください。あと、コメントなんかも気軽にしてくださいね。ではでは、またねー。のぞみちゃん、おめでとう。